ジャンク TV プレイボール。はい、皆さんこんにちは、ジャンクベースボールクラブ代表赤松です。ですね、今日はちょっと選手紹介をしばらくやってなかったので、一人また紹介したいとは思いますが、本当に今年は土日の雨が多くて、どのチームもこの野球界、草野球界では大変な時期だなというふうに実感しております。まあもう10月になり、だいぶね終盤になってきてますけど、最後まで怪我なくどのチームも1年間終わればいいかなというふうに思いながらやってます。どうでしょうか。はい、ではちょっと今日選手紹介のみになりますけど、見ていただけたらと思います。はい、お願いします。ポジションはピッチャーです。出身は福島県です。はい、小学3年生から野球を始めて、地元の少年野球と中学野球をやって、福島県立原町高校で3年間やりました。その後は、大学では野球やらずに、縁があってこのジャンクベースボールクラブで大学1年生から続けてます。はい、楽天を応援しているっていうのもあるんですけど、やっぱりエースの則本選手が、憧れというか、自分としても目標にしている選手です。好きな芸能人は木村文乃です。なんだ理由、理由は、よくインスタグラムで料理の写真を載せてるんですけど、そういう家庭的なところもいいなっていうところで、好きになりました。運動習慣は、意識をしていて、1週間の中で必ず、ランニングをするっていうことと、睡眠時間の確保は意識しています。毎日、10時に寝て、5時に起きるっていうのを基本に、しています。野球人として、生涯スポーツ、野球を一生涯続けられるように体の健康に気を使いながら、野球を楽しめるように、していきたいなと思ってます。こんにちは、ジャンクベースボールクラブです。ジャンクベースボールクラブでは野球以外にも様々な活動をいろいろしていますので、選手のみならずマネージャー、その他スタッフで参加してくれる人を募集しています。こちらまで連絡してください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。